はいどうも、ブリオフィです。お願いします。はい、ということでね、なんかこのね、8月中旬めちゃくちゃ暑い、夏真っただ中なんですけれども、なんかあれなんですよね、翔平さんがなぜか、まあ珍しく一人で外野でなんか運動するんですよね。この暑い中あんな運動してるところを見たことがないと、はい、いうことで、なぜ運動しているのかちょっとね、疑問なので行ってみようと思います。ゴー。走ってんな、なんでだこんな暑いのに。翔平さーん、翔平さん、なんでこんなクソ暑いのに一人でアップなんかしてんの。走るぞ。嫌です、僕は嫌です。あ、頑張って、はい、あ、走った。はい、ということで、おはよう。はい、何なんか減量ですよ。忘れた？ 3,4 年前から言ってんだろ、俺が痩せる。うん、だから 3,4 年前から言ってるから信用してないんだよ。忘れたっていうか、あの半分以上ね、諦めてるよ、こっちは。いや、実際なんで走ってたっていう。最近、やっぱスクールでさ、はい、こう子供らに野球を教える上で、やっぱ体力ねってやべえなと思って、体力を、まあ、ちょっとこうつけるのに、やっぱこの暑い夏やるべきないと思うんですけど、なんせ時間がないと、できる日にちがないから今日やるしかないなっていうのと、新しいスパイクをゲットしまして、その鳴らしのためにもやってるって感じですね。鳴らしダイエット、ランニングです。はい、じゃあそのスパイクをね紹介、ちょっと待って、なんかん、いや、何の割には、何の割にはそんなに速く走ってなかったな。嘘、いやいや、鳴らしてたから。でもね、分かったことあった。はい、まあ、それもまたどっかで来週ぐらいに話そうと思います。いや、今話すよ。今しょうがないな。じゃあちょっと足移してもいいですか。どうぞ。はい、まあ先日ショート動画も出しましたね、これね。はいはい、まあ水のプロですね。水のプロのクッションレボプロですね、こちら。はい、でこちらミドルカットの、ポイントスパイクとなってます。はい、定価が 16,500円かな。おお、まあさすが水のプロだね。はい、こちらのスポーツデポさんで、まあ、ご提供いただきまして、今回履いてるんですけども、スポーツデポさんってやっぱね、いろんなとこにあるじゃん。全国にスポーツデポはたくさん、ありますのでね、ゲットしたということで、こういうねレアな商品もね、高性能のスパイクがありますんでね。僕が今まで使ってたスパイクと何が違うかっていうと、クッション製っていうんですか、やっぱ名前の通りクッションレボプロ、うん、この下ってここの厚さなのかな、この下が若干こうクッションになってて、もグワッてこう何沈まないっていう。はいはい、沈まないし、まあなんと言っても軽い、うん、ちなみにこれね、本当はもうちょっとね横細いんですよ。でも俺の扁平足のせいで若干横にベチャってなってるけど、ほら分かるよ、ここ狭いやろ。うん、ちゃんとしたね、扁平足じゃない人はめちゃめちゃいいと思うんですよ。でも俺もいいよ、俺も横をほら結構はみ出しちゃってるけど、これがフィット感っていうんですか、はい、自然とこの扁平足が矯正されてる感じが俺は感じるんで、うん、なんといってもあと走る時にピョンピョンピョンってこうバネを感じるっていうの、走ってそれが多分少しクッションのあれもあんのかもね。うん、そう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 、
だからなかなか俺はね、まあ、俊足な方ではない、それぐらいな走力だと思うんですけど、なかなかないこの感覚っていうの、走った時にこう足がこう前に出てくれる。ちょっと見せてもらってもいいですか、詳しく。なんかさ、俺思ったんだけど、ちょっと野球のスパイクっぽくないなって。バスケシューズっぽい。いや、サッカー、サッカーか。うん、確かにね。ソールとかも、まあ、トーキックしても痛いかもしれない。アッパーとかもさ、なんかサッカーシューズっぽくない？今そういうの流行ってんじゃないですかね。うんうんうん。でもミドルカットだから、ああ野球なんだみたいな感じがするし、それこそ裏、これもまあサッカーのポイントに近いような気がするんだよね。まあこれ前から出てましたけどね、このタイプのポイントは。うん、このブルーとこの、なんだろう、ブルーか、ブルーとこのグレー、うん、シルバーっていうか、シルバー色がちょっと俺はいいなと思って、はい、色がすごい好きなんで。で青もちょっとラメがかったっていうか光ってるよね。そうそうそう。でこっちちょっとまあ普通じゃん、うん、ラメってるから、はいはい、すごいおしゃれだなって思うし、まあやっぱさ暑いじゃん今。そうですね。だからこのメインの色がホワイトなんで、熱中症対策にも。うちのチームさ、ブラックなんで、ユニフォームが。スパイクは別に色はしてない。ないよね。僕も一応これなんかちょっと正直欲しくて調べたことがあったんですよ。おーい、おそろっちか。そう、あの僕もね、ちょっと今履いてるスパイクソールが剥がれてきちゃったんで、そろそろ新しいのなとは思ってるんで、ちょっと見てたんですけど、一応特徴としては、さっき翔平さん横の幅のこと言ってたじゃないですか、うん、が一応日本人標準的な日本人の横幅のサイズ 2E ってやつ。なるほど。はい。で確か水のプロってオーダーとかでなんか 1E から 4E までサイズ選べて、うんうん、標準的な日本人サイズが確か 2E だったはずなので、まあそこは離れてんだ、日本人離れ、まあ、俺もあれだし横幅広いから、うん、多分もしかしたら 0.5 センチくらいでかいの買わなきゃいけないかもしれないけど、うんうん、まあ、一応そういう補足と、あとサイズがね、確か26から一番大きいサイズが30まであった気がする。まあ本当大人向けだよな。うん、あと色地もあるよね。色地もあるよ。赤、白もなかったっけ。全くの高校駅対応のやつもうあると思うけど、俺が見たこの購入する時のレパートリーっていうか、あれは赤ラメかこれかって感じだ、うん、はいはい。じゃああれかもね、ちょっと品番変わってくるかもね。うん、まあ、確かなんか見た感じあったような、同じ仕様の、うん、高校生対応っていうの、うん、もうあったと思います。ぜひね、スポーツデポさんで、アルペングループさんで、ぜひとも購入してみてはいかがでしょうか。はい、めちゃめちゃいいっすよこれ。じゃあ最後ダッシュ、もういい、もういい、あれダイエット、風邪ひく、いやあと 2,3 本やっとく、夜ね。まあ皆さんもちょっと暑い中の運動は気をつけていただいて、でもまあ暑さもね、こういう白いスパイクでぜひぜひ買ってみてください。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあっしゃー。